鶴太郎スタッフです。先日ですね、条件がいい日にお休みをもらったので赤旗を釣りに行ってきました。その時に、ブログにも載ってるんですけど、ブラックバス用のワームで釣ったんですけど、その時のワームをちょっと紹介したいなと思います。まず、よく釣るやつちょっと並べたいと思います。基本的にこういう感じのワームがよく釣れるんですけど、黒系のワームですね。こういう、ザリガニとかエビみたいな形してるやつと、こういう波動が大きいワームがよく釣れます。次は、赤旗を釣る上であんまり釣れんワームの紹介ですね。これは、ゲイリー山本のカットテールワームと、ちょっと上のやつ名前わかんないんですけど、シャットテールっていうタイプのワームですね。そのさっき釣れるやつ紹介したのと、この釣れんやつ何が違うんかなって考えたときに、これを例に挙げてみると、赤旗っていうのは基本的に投げて、そこで着底させてからのステイの間に食ってきてくれるんですよね。ステイ中と、ゆっくり、ズルべきした後、止めて、その時のアクションで食ってくるんですけど、この左の釣れるワームっていうのは、可動部が多いんで、止めてステイしてる時も、海の中の潮の流れで、ちょっと、微妙に動いてくれるというか、それで多分アクションで食ってきてくれるんだと思います。と、この、こっちの釣れるワームっていうのは、泳いでる時のアクションは結構、いいんですけど、その下へ沈めて、潮の流れでアクションするっていう時にちょっと弱いかなっていうので、あんまり釣れん原因になってるんかなって勝手に思ってるんですね。次にそのワームのセッティングの仕方ですね。どういう仕掛けかっていうのをちょっと解説したいと思います。こっちに用意してるんですけど、まず、このバレットシンカーを止めるやつですね。これは釣太郎にも売ってます。で、バレットシンカー。テキサスリグのやつですね。と、この真ん中のビーズとオフセットフックを使います。オフセットフックとこのバレットシンカーの間にビーズ入れるっていうのは、まず、理由が2つあって、このバレットシンカーの鉛とオフセットフックのこの結び目がちょっと、鉛とここ干渉したらちょっと摩擦とかかかるかなっていう理由で、まずそこでビーズ挟むことによって、この結び目の擦れを軽減するために使ってます。と、あともう一個の理由っていうのは、ここに、この止めるやつつけてるんで、ここが誘導するんですよ。こんな感じで。で、誘導するから、巻いた時にここがカチッっていう音、多分水中の中からだったら結構魚にも気づくぐらいの音は鳴ってるんだと思います。これを普段つけてやってるんで、ですね。これ、ズル引きです。こんな感じでズル引きして止めて、食わす間を与えるっていうのが一番大事かなと思います。じゃあ次にタックルですね。どういうリールとか竿で釣るんっていう話をちょっと説明したいと思います。まずこっちが、リール3000番。そんな高いやつとか全然いらないんで、こんなやつでも全然いけます。PE が普段エギングをするんで、その0.85、B0.85 に、このリーダーは、もう0.8から直結で電車結んでます。このリーダーの太さは、何ポンドかな。5号なんで20ポンド使っていますね。20ポンドだったらもう全然余裕で赤旗ぐらいだったら釣れるんで、いけます。この赤旗、竿か。竿の解説ですね。竿は基本的にもう何でもいいです。海でキャスティングできるような竿だったらもう使えますね。僕が使ってるのはこのエギングロッド。エギングロッドの中でもだいぶ柔らかいエギングロッドを使ってるんですよ。で、柔らかいエギングロッドでも全然使えるんで、家にある海用の、ショアジギングの竿とか、エギングロッド、シーバスロッドでも全然
やれると思うんで、それを用意したってください。普段赤旗、まあ、よく釣り行くんですけど、ね、よく聞かれることについてちょっと解説したいかなと思います。まずブラックバス用のワームとかでやるんだったら、冷凍の、まあ、言った大きいエビ、中エビとかをまあ天野でやっつけて釣りしてもいいんちゃうんかってはよく言われるんですけど、基本なんか僕の親も釣りするんですけど、僕の親とその友達2人で行った時に、お父さんがまあ僕もこのやってるワーム、ブラックバス用のワームと、もう1人が餌釣りで赤旗を釣りに2人で釣りに行ったらしいんですけど、その時はもうブラックバス用のワームの方が全然数も釣れたし、大きいのも釣れたって聞いたんですけど、その理由は餌釣りのいいところっていうのは、餌、まあ確かに普段海で食べてるような餌なんで、まあ見て、まあ魚が近くにおって、その時に食べてくる確率っていうのは、餌もなかなか大きいと思うんですけど、赤旗、まあ海って特に広いんで、そんな中で魚を拾っていくって考えた時に、この大きいワームとかアピール力の強いやつ、このビーズとかで音でカチカチとかいう音で、まあ誘った方が広範囲に魚を、広範囲に散ってる魚を集める力が強いから、こっちの方が釣れるんかなって思います。じゃあ最後にその赤旗とのやりとりの話をしたいと思います。まず赤旗だけじゃなくて、大門旗、キジ旗、赤旗が3種類がよくそのこういう仕掛けで釣れるんですけど、そうですね、こうステイ、そこをズル引きしてステイさしてる時に当たりがまあ結構明確に来てくれるんですけど、その当たりコンコンって来た時にすぐに合わせるんじゃなくて、ちょっと当たりがあってもクワスマを与える、でちゃんと食べて、奥へ奥へっていう魚が食べていったっていうのを確信したら、糸をゆっくりリールで巻いてフッキングするっていうのが大事になってきます。フッキングした後は畑の魚っていうのはすぐ根に潜ろうとするんで、すぐにもうそこはちょっとライン切れる覚悟でゴリ巻きして浮かせるっていう必要があります。浮かせてしまったらもう畑の魚っていうのは逃げ場が、まあ、言ったら根に書くとかっていうのができなくなるんで、あとはもう純粋に、まあ簡単に上がってきてくれるんですよね。だからかかったら即根を切るっていうのが大事になってきます。あとさ、畑の魚っていうのは口が大きいんで、合わせてもすっぽ抜けるっていうのは結構よくあるんですよ。すっぽ抜けても慌ててピックアップせんと、合わせた後、あ、抜けたって思ってもすぐ、リールのベールを切って着底させるってやったら、結構もう7割ぐらいですかね、7割ぐらいの魚はもうまた追い食いしてきてくれるんで、そこは慌てんともう一回そこに落とすっていう作業が大事になってきます。最後まで動画見ていただいてありがとうございました。あ、じゃあこの解説を見てちょっとでも参考になったなって思ったら、動画の高評価と、YouTube の、チャンネル登録かをお願いします。最後に今まで釣った魚の画像をちょっと並べて、この動画を終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。